皆さん、こちら、田中です。ということで、本日はですね、とうとう完成いたしました。何が完成したかというと、リアル鬼ごっこ2の鬼のコスプレです。昔から見てる方だったらね、わかると思うんですけど、リアル鬼ごっこっていう映画があるんですけど、その映画に出てくる鬼のね、マスクを俺昔からこう、作ってたんですよ。リアル旅行2の鬼のマスクとか、あとその3の鬼とか、いろいろ作ってたんですよ。昔からその鬼になりたかった。で、やっとね、2、3年の歳月をかけて、完成いたしました。ということで早速ね、紹介したいと思います。まず最初がですね、こちらですね。こっから始まったんですよ。はい。これね、俺がね、その2年前ぐらいかな。どれどれやんか、おい。これ一からね、本当に自分で作ったんですよ。めちゃめちゃ大変でした、これ。このマスクのね、すごいところは、この映画の鬼はね、この目が光るんですよ、赤の。これもね、本当に電池入れて光ります。そしてここにファンがついてて、オンにするとね、ここのファンが回転して中がね、涼しい。ちゃんとコスプレとしての機能も果たしてる。はい、そして次がこのね、腕ですね。鬼のね、その右腕がスタンガンアームって言って、電気がこうね、先端、指の先端から出るようになってるんですけど、まあ、そのスタンガンアームを作ったんですけど、まあ、こんな感じでなんかね、めちゃめちゃ手作り感なんですけど、メーターがあって、まあ、こんな感じでね、真っ黒で塗ってたんですけど、もうだいぶね、色がね、褪せてきて、なんかほんと経年劣化がすごい。このまあ、衣装ですね。鬼の衣装。まずね、この中に、これ着ます。でも実際のリアル旅行2の鬼も、なんかこういうの着てるんですよ。だからこれ、あ、これいいなと思って、まずこれ。はい、そしてズボンですね。ズボンもね、リアル旅行2の鬼は、そのなんか、ちょっと革みたいな、なんかズボン履いてて。だからちょっとね、ちゃんと素材もね、こだわりました。なんかそれっぽい。それっぽいやつ。まあ一応左手のね、手袋。で、やっぱりリアル旅行2の鬼で一番肝心なのは、やっぱこの足先まである、この長いね、ジャケット、用意しました。こちらです。このジャケットもめちゃめちゃね、長いんですよ、ほら。こちら手に入れました、マジで。早速今からね、着替えてお見せしたいと思います。日本中どこ探しても、こんなにマジでその鬼になりきろうとしてる人間はいないぞ。はい、ということで、まずはズボンから。よーし、オッケー。はい、そしたらこれをね、着ます。そしたら先にこのもうジャケット着ちゃおうか。もう今日からキャラ変更もう。これね、ほら、この足のね、足の先まであるんで、すっごい長いんですよ、これ。こんな感じで電池入れました。はい、電池入れると、おーおーお、取れた電池入れるとこんな感じで、目がね、これ電球、ちっちゃい電球入ってるんで光るんですよ、はい。どうほら。あ、もう鬼やん、これ。これもう鬼やん。これ手としての機能性はゼロに等しい。頑張れ、頑張れ、頑張れ、頑張れ。いけるいけるいける。来た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 。よくわかんないけど、入った入った。オッケーオッケー。じゃあ腕つけて。スタンガーム。はい、ってことで、完成しました。それでは登場してもらいましょう。リアル鬼ごっこ2の鬼さんです。お願いします。どうすごくない？頑張ったよ、これ。あとはもう首だけですね。首だけ隠せば OK。これで鬼ごっこしたらもう恐怖。もう恐怖だね、これは。うん。はい、OK。もう取ろう。マジ熱い。死ぬこれ。はい、ってことで、今回は、そのね、リアル鬼ごっこ2の鬼のね、コスプレ、ついに完成ということで、これで鬼ごっこやったらもうスリル満点。これね、夏にはやっちゃダメですね。うん、もう気づいた時にはアフリカのジャングル。もしリアル鬼ごっこ2の映画関係者の方が見ていたら、どうかその鬼の、マスク、一つ譲っていただけないでしょうか。はい、ということでね、やっとね、一式完成したということで、本日終わりたいと思いますが、よくよく落ち着いて考えてみると、何をしてるんですかね、これ。